徒歩2分ぐらいで。はい。お座り梅松。今日の動画、えらい可愛い子が出てるやんと思いました。ごめん、レイランナーのチャンネルやで。はい、どうもということで、本日は戸田市を立ち飲み価格でいただけるお座りのお店、営業時間は5時からなんですけど、なんと5時から6時まではハッピーアワー。ハイボール何杯飲んでも100円。いっぱいにはお隣さん生飲んでるから、うちも生にしよう。生でーす。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。はい、お隣さんと乾杯。お品書きはこちらです。鳥刺しは本場鹿児島から直送した生食用の天鶏を使用。お座り梅松さんは鶏だけじゃなくて鮮魚も豊富に用意されてて、小鉢や焼き野菜などもあります。ポテトサラダ500円。それだけを食べに3回おかわりしに来たりとか、めちゃくちゃ人気の、あのファンがいるぐらいのポテトサラダ。ユッケと肉厚で、じゃがいものゴロゴロ食感結構あるのに、めっちゃ滑らかなんですよね。ちょうどね、今日座った時にお酒がさらっと並んでて、めちゃくちゃ有効そうなんですよ。ハッピーアワー、どうぞ。ブラック肉かと。はい。これで6時まで食べるなんで、あ、まだ5時半なんで、やりました。5時から6時まではハッピーアワーで、ハイボールが100円。おー、中継。ブラック日課のおじさん。おじさん、ほんまに。ポンポンさんは飲み過ぎで死んだと。しんどくなったことはあります。飲みすぎた撮影帰り、気分が悪くなってお手洗いで苦しんでいたら、駅員さんが来て、飲みすぎちゃいます、いつも見てますよと言われ、一瞬で酔いが覚めたことがある。2杯目ハイボール、ハッピーアワーで100円と、こちらがユッケ550円です。いきますよ。おい、もう何か、うわー、そのままいただくのもいいけど、ご飯に食べても美味しそう。ご飯にかけても美味しそう。ユッケはもももむねも両方楽しめるんですよね。弾力のある食感と歯ごたえのある食感、そして皮付きなので、またこれがお酒に合う。2杯目も乾杯。こりなくて、はい、大きいやつでください。はい、橋はの下手すぎやろ。これからの時期、忘年会とか新年会あるじゃないですか。マジで予約しないと入れないと思います。コロナのあれや、ガンファイや。いや、ありがとうございます。コロナの時も1週間飲みすぎて、あれもつぶれだよ。チャンネル登録私だけですか。そうなんですよ。めちゃくちゃレアですよ。そうなんですよ、はい、あ、電話鳴りまして。おすすめの焼き野菜。あ、これがわからない名前がいっぱいあったんですけど、このお野菜どこに売ってるんですか。ね、これ本店の隣にある畑のお便りっていう、はい、あの八百屋さんで。そんな近場に売ってるんですか。近場でいつも仕入れてます。お塩でどうぞ。あ、お塩で、はい、これ食べに。しめじとエリンギのいいとこ取りっていう味と食感ですね。デコナス、どうデコなんやろ。おデコのようにツヤツヤと光沢があるからデコナスっていうらしいです。お刺身は仕入れによります。こちらの量で800円から1000円くらい。本マグロ、ホタテ、カンパチ。ありがとうございます。綺麗なマグロですよ。さすが、お刺身だけ新鮮なもの出されてるんで、もう鮮魚も新鮮やわ。大変なこと言うともない。どうすればいい。うん、
今日はフルコースです。初めて来たんですけど。はい。え、仕上がってます。ママの味。おかわりしましたね。そうです。おかわり売れます。甘い桃のたたきが一番おすすめ。親鶏の塩焼きは絶品です。腕刺しのわさび漬け美味しいですよ。ユッケ、あ、ユッケ美味しかった。美味しかった。大きさやばくないですか。どういう状況。2本がくっついてるとかですか。1本でこれなんですか。いやいや、うわ、頭取ってこれですもんね。これがなんと1500円。うわ、私の拳3つ分ぐらいです。タルタルも自家製です。あっさりしてると思ったら、冷ややっこにも使ってる絹豆腐を使ってタルタル作られてるらしいんですよ。なんでヘルシーにいただける。立ち飲みの方の鶏刺し梅松さんの一品物はこちらにいらっしゃる料理長がメインで作ってらっしゃってて、本当に料理の腕が素晴らしいですね。一家に一台欲しい料理長。このお酒が気になるんですよね。この梅ってどれぐらいの期間つけてらっしゃるんですか。半年ぐらい熟成されたはい、梅チューハイです。ありがとうございます。自家製梅チューハイ550円です。出会ったんです。再会したんですよ。数年前。今の20代の方ってあんまり飲みに行くっていう。これ35ですよ。めちゃくちゃ若いな。若。だって肌がもうね、綺麗やから。綺麗か。俺の方が綺麗じゃん。この和気あいあいとした職場みんな、いつも一人やからな。じゃあ、そのまま乾杯。みっこは嫁さんの親が食べたい。やっぱめちゃ濃厚ですね。甘みもあってめっちゃ美味しい。梅も潰して食べれるということなので、これはこのデザートですね。小町なもんがあるから。これでも一口でいけるかな。いける。いける。本やったらいける。何が高かった。あ、もうないよ。プリンプリンで食べ応えばっかり。醤油塩ピリ辛塩になります。大量唐揚げ550円です。今回は特別に3種類の味を出していただきました。本来は1種類の味で3、4個唐揚げが入ってます。美味しさだけで分かる。このタルタルつけても絶対美味しいです。まさにはなかった。どえらいのが見えたんですけど今。いやいや、まだちょっとえらいことになってますけど。桃太郎ちゃんの顔のサイズぐらいあります。それはもう私がそうっていうことか、おにぎりがでかすぎるっていうことか。お顔が小さい。絶対お店に会いに来る常連さんとかいますよね。かわいい。530円はい、やばい。まず香ばしさが来て、その後に醤油の甘さ、これプラス地鶏スープも頼んで雑炊っぽくしても美味しいと思います。大阪ってさ、わかる。これは結構ベジタブルね。それめっちゃ、え、メニューにありました。メニューないんですよ。お座り梅松、ぜひ皆様お待ちしてます。本日はお座り梅松さん行ってきました。お座りの方はテーブルもあるので、お子様連れの方も入りやすくなってます。必ずご予約してからのご来店でお願いいたします。もう今日でもいっぱいでしたもんね。はい、平日でもいっぱいなんで、電話予約してから行くことを皆さんお勧めします。ぜひ皆様行ってみてください。すごいとろみが、ね、
すごい。お前ちゃんと撮ってんねんな、ほんまに。撮ってるって。このまま行っていいですか。はい。一口で。熱いちょっと猫自体やから、どうしようか。ちょっと後ろに不審者が。いや、これね、地鶏スープ、声裏返っちゃった。